申します。本業は司法書士をしておりまして、地元の深江の地区で、今自治会長であったりですとか、まちづくり協議会の事務局長等と、地域の活動というところにも力を入れているような、形で、日々活動をしております。鈴木由紀です。社会福祉士と精神保健福祉士として相談援助の仕事を今年で10年目ですね。明日、NPO 地域福祉の代表をやらせていただいております、西野と申します。よろしくお願いします。今回お邪魔した NPO 地域福祉さん、司法書士さんにソーシャルワーカー、地域活動をしている方が同じ事務所で活動するというちょっと変わった組み合わせの共同体です。NPO 地域福祉は地域相談、地域活動の支援というこの2本柱で、活動している団体になります。主に地域相談というのがですね、地域の福祉の相談と、法律相談、この2本柱で、私が司法書士として法律相談を主に担当しております。で、同じ、活動メンバーの、鈴木が、社会福祉士、精神保健福祉士として福祉部門の相談支援というのを主に担当しているような形になります。やっぱり昨今ですね、地域活動に参加される方、若手の地域参加っていうのがやっぱ人が減ってきておりまして、活動される方の高齢化というところがやはりどの地域でも社会問題になっていると。私と西野が地域活動において地域の役職として、日々活動している中で、課題に対してこう地域支援をしていきたいということで、今 NPO として、いろいろな地域の、地域団体さんの活動を支援しているというような、団体になります。福祉のお仕事をしていて法律関係の専門家にお世話になることって確かに多いものですが、身近なはずなんですけど意外と知らない司法書士さん、業務内容についても教えていただきました。専門としてさせていただいているものが成年後見といいまして、認知症の高齢者の方であったりですとか、知的障害の方の、法的支援というところと、主に相続を専門にさせていただいている司法書士になります。やっぱ一番多いのは、ただ支援がされる親族の方が近くにおられなかったりですとか、全くおられない方っていうのはやっぱり日々お金の支払いであったりですとか、それこそ、銀行にお金を下ろしに行こうにももう暗証番号が思い出せないですとか、そもそも通帳がどこにあるかわからないですとか、そういうところに対してじゃあどういうふうに日々金銭のやり取りをするかっていうところも支援をさせていただいたり、日々契約社会の中でどう生活されるってなった場合に、成年後見制度を利用することによって成年後見人が代理人として契約の、サポートをするとか、生活環境を整えるっていうのが主な支援になります。林さんは高齢者福祉のお仕事をされていたご経験もあるということで、福祉の業界に対しての知識も豊富な方でした。さて、地域活動といっても自治会ぐらいしかイメージできない僕なんですけれども、具体的にどんなことをしているのか教えていただきました。本業はですね、一応林と一緒にですね、会社とか事務所経営、その他 NPO、また一般社団法人などを運営させていただいております。大阪市北区のスーパーボランティアと呼ばれております。地域の方でですね、いっぱいたくさんボランティアあるんですけども、そのボランティアをですね、一つずつ結果を出してみようということをずっとやってまして、社会福祉協議会さんの方にいろいろなボランティアを登録させていただきまして、そこからいろいろお手伝いさせていただいて、白菜体操を福祉会館で開いたりとかですね、ふれあい喫茶ということで世代間交流を図ってもらう取り組みですとか、子育て支援としまして新米ママお母さん、自治会の副会長さんをされているということでしたけれども、それ以外にも本当多くのボランティアの活動をされていらっしゃいました。相談で、いろんな課題があるうちの中に一つ債務のことがあるので、私経由で、林さんと一緒に訪問したりっていうのはありましたね。だいたい問題の多くがその地域の絡みであったり、法律関係であったり福祉相談、だいたいこの辺に8割ぐらい相談が集まってくると思うので、それは我々でワンストップでできるのかな、メリットはありますかね。
鈴木さんが3人で活動するようになって新たな気づきがあったというお話をしてくださいました。いろんな人がね、それやったら鈴木さんちょっとまたこの NPO 地域福祉につなげたり、人がいるとか、こういう活動をしている人とちょっとつながってほしいとか、紹介するわとかっていう声がめちゃくちゃ増えたんです。確かに。めちゃめちゃ増えたんです。これは、なんでしょう、ここからまた広がっていったらいいねとか、一緒に何かできたらいいねとか、なんかこう一緒にやりたいとか、こういうことを考えていくときに協力しますよとか、そういう声が、ね、めっちゃ多いんですよ。それってすごいありがたいし、こう ネットワークっていうか、その広がりにすごくつながっていくし、どこかにいる誰かの人にとっていいものになる、その垣根というか壁がすごい ない。どうしてだろう。どうしてだろう。この鈴木さんのなんでだろうという疑問ですけれども、僕は後から考えていて、経営学のソーシャルネットワークとかの理論で語られるストラクチャルホール理論が近しいのではないかなと思いました。ハブ人材やハブ組織の効用について説明しているものです。こちらの図のように、一般的に人のネットワークというのはつながり合っているようで意外と分断しているもので、それこそ福祉のネットワークと司法ネットワークが重なり合っていなかったりするのが、連携が密にできていない要因だったりするのかなと。ここで NPO 地域福祉の登場。3人がそのハブとなり、つながり合うことで、ここを介してそれぞれのネットワーク間の情報が行き来しだすわけですね。このつながりのハブの部分をストラクチャルホールというそうです。一般的にこういうハブには情報や価値あるもの、お商売しているところで行くお金などが集まりやすいということです。そしてこういうストラクチャルホールになるために重要なのが越境すること。境目を越えて活動していく、行動していく人材がつながり合うことでストラクチャルホールになれる。鈴木さんが実感しているのはまさしくそういうことなんじゃないかなと思ったりしました。まあ実際は分かりませんけど。お疲れ様です。ではお疲れ様でした。昼から区役所でお仕事があるという西野さんと、関係機関を訪問するという鈴木さんに同行させていただいてお出かけすることにしました。地域活動の足チャリンコ。このチャリが有名で、それが止まってたあいつがおるんですね。事務所のある中崎町から、歩いても10分ぐらいで区役所のある扇町のあたりに到着しました。くぼみのところ。でもここからそこは役所じゃないから、ちょっと結構難しい。あ、そうなんですね。あ、じゃあ。ではでは。じゃあ。お疲れ様です。いってらっしゃい。地域活動支援センター、私めっちゃお世話になってて。だからもうずっとこれまでもつながりがあって、ね、そうですね。程度の利用じゃないけども、やっぱり日中活動の場所のなんかこう必要っていう方は何人かおつなぎしたんです。帰宅役所からほど近いところを、鈴木さんがこれまでお世話になっているという事業所さんを訪問してきました。 NPO 法人バラの会が運営している地域活動支援センター北工房さんです。せっかくなので地域活動支援センターさんについても勉強する機会にしましょう。で、それぞれ得意なところをやっていただいてるという形です、大阪市の委託事業にはなるんですけども、地域活動支援センターといって、いろいろ1型2型3型ってあると思うんですけど、ここは一応3型という形になってて、で、利用者さんは今登録でいうと30人近くの方が登録されていて、もちろん精神の方がメインになってくるんですけども、なかなかね、体調の面もあって毎日来れる方とかはね、やっぱり少ないので、平均したら18、19ぐらいの方が毎日来られてるっていうことで、内職作業が中心になっていて、地域活動支援センターなので作業をすることだけがメインではないんですけども、工賃っていう形でお金も発生するので、その方が自分たちは有意義な時間が過ごせるということで、皆さんと一緒に作業をしていく、それをお手伝いする、あとはその中で相談業務っていうのもありますね、っていうのが主に
まあ、ここに通ってスタッフとしての関わり合いというのはそういうことがメインになってます。コミュニティソーシャルワーカーということで活動されていたんですけども、担当されてる持たれてる方を、まあ、うちの地域活動支援センターの方でちょっと通われないかなみたいな感じのお話から、まあ、関わり合いが始まったんですけども、例えばご病気のことで病院を一人で行けない方だったりするとね、鈴木さんが時間作ってくれなって、結構遠いところまで、なかなかそういうのって福祉サービスでできない分になってくるんですけど、ここに来られた方としてはすごい助かっていて、それがその利用者さん女性なんですけども、やっぱり女性の方の方が話しやすい内容がねあったりとかっていうことで、今もその方来られてて、今日はちょうどその通院に今は一人で行けてるっていうことが、まあ、そこが彼女にとってのすごい成長かなっていうのはあって、まあ、それがもちろんここにたまたまここに来て、ね、その本人さんが来るか来ないかは決めるんですけども、いいかなと思って連れてきていただいたっていうことでね、それが本人さんにとってすごいいいことにねつながってるっていうのが、まあ、一つすごくなんか抜けてる部分があるなって感じるのは、その司法書士さんがね出張ったりとかして、今までどうしてもこの法律相談とかっていうのは福祉サービスの中ですごく苦手な部分であるじゃないですか。そこまで関われないとか民事的な話になってくるしね、司法の相談するってなってくる成年後見人の制度の話とかっていうのはこれからどん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 増えてくることであってね、本人さんが50、60の方ってなってくるとね、プラス30で、ね、親の世代ってなってくると皆さん亡くなれること当然あって、その後の、ね、金銭面の管理とかっていうのはやっぱり一番相談していきたいなって僕も思っていることで、でそれがなおかつ今までいろんなところに動いてはったので相談しやすいっていうね立場でいらっしゃるから、企画としてはこういう福祉サービスに新しいものができて嬉しいなっていうのは素直な、めっちゃ嬉しいじゃないですか。なのでそれをね、そういうことをこうやっていきたいっていうことをね、僕自身も応援したくて、やっぱりその成年後見のが始まるってなったら、やっぱ手続きまでにすごく時間がかかったりとか、僕が一人で動けない限界のレベルっていうのがやっぱり、ここはもちろん僕はここにいての存在になってくるので、でそういうところの部分が鈴木さんとかフリーで動いていただくことができたら、もっと早く本当にその制度が必要な人たちって必要やってなって使うっていうパターンが多いと思うんですよ。まあ、事前に考えれたらね、一番それはいいことなんですけど、それが急にってなった時に、例えばそういうことを専門にもしやっていただけるね、これから活動するってなれば、このスピード感が違うかなって、そういうことが一番のメリットなんじゃないかなっていうのは今感じてますね。はい、あの相談支援専門員で、はい、私のリスペクトする、いや私もリスペクトしてますよ鈴木さん。特にお約束をしていたわけではないんですけれども、鈴木さんが以前から大変お世話になっていたという機関の相談支援センターの相談員水田さんが偶然通りかかりました。まあ、偶然通りかかったというか、北工房に通われているメンバーさんと会うためにいらっしゃったそうなんですけれども、知ってる時に連携先の方とかとばったり出会ってっていうのはめちゃくちゃ多いです。でその時になんかちょっとこう話してなんか情報交換とかしたりするんで、本当にみんながこう、はい、フィールドが地域の方たち、いいですね、こういうところから始まる地域連携、ね、いや本当に、なのでこう外に出ることを結構大切に、してます。これはめちゃめちゃよくわかりますね。僕も自転車に乗って支援機関とか回ってですね、メンバーさんのことを情報交換したり、まあ、そのメンバーさんの話だけじゃないいろんな話の中から、まあ、未来のケースのことについて支援し合える関係性みたいなのができたりするわけですよね。こういうのがまさしく顔の見える関係性と言えるでしょう。こうやってちょこちょこここに顔を出してもらったりとかね、ちょっと自転車で回ったからここ寄っていきましたみたいな感じで、何々さんいますみたいな感じでこうね、フラッと来れるような場所、でなおかつそういうふうに顔を見せて運んでくださることで、もちろんもともと紹介、ね、してきはった利用者さん自身も安心して、僕だけじゃないし、まあ、専門職じゃないですか。で私も専門職なんですけど領域が違うと思っていて、持ってるなんか強みやったりとかそういうのをこう情報交換していきたいなと思ってるんですよ。私が本当になんかできることってすごい限られてて、
何かの時にお互いが あれちょっとなんか聞いてみようとか、これちょっとあの言ってみようとか相談してみようっていう、なんかそういう関係性で入れたらいいなって思いますね。それはその一人の人のことだけに限らず、北区の支援機関の皆さん同士の熱い信頼関係と、まあでも緩やかな人間関係みたいなのを感じて、まあそういったつながりがこういった価値を発揮できているんじゃないかなと、皆さんの様子を見ていて思いました。この後他の支援機関を訪問しなきゃいけないということで、鈴木さんとはここでお別れしました。お忙しい中お時間いただいてありがとうございました。では気をつけてお疲れ様です。で僕はそのまま街をね少しだけ散策して帰ったんですけれども、中崎町とかって非常におしゃれなカフェとか雑貨屋さんが集まってるんですよね。楽しい街でした。もうとにかくその一人の人もやっぱり取りこぼしたくはないなっていうのは、それがまあ拾い上げることができればいいのかなっていう。3人っていう人数だと限界があるんですよね。一緒に働ける人が増えたらいいかなと。福祉学生の新しい就職の一つとして、うん、地域福祉という職種が一つにできて面白いのかなと、うん、地域に就職するっていうのはまあまあ面白いのかなっていう目指すところでいきますと、地域活動の優勝か職業かっていうところを、まずは民間の法人としてこの仕組みを作れないかなっていうところをイメージ。サラリーマンの方が副業されてる方とか、学生さんが居酒屋とかコンビニでバイトされてるのと、同等以上の時給が発生しますっていう、もし仕組みができればです、今までこうスーパーに週、4日パートに行ってるところを週1回2回は、地域の役職としての活動に、職業として参加しよう。そうなるとこう地域でもこう課題に上がっている若手の地域参加っていうところの一つ問題解消にもなりますし、一回地域に出ることによってつながりって素晴らしいなと思われる方も非常に多いと思うので、もうそれが地域活性、地域の人のつながりで若手の地域人材の育成にもつながっていくので、それが10年後20年後、その地域を考えた時に、すごいいい街になるんじゃないかというところを思っています。なので僕らの団体が NPO としてしっかり財源を確保して働く人だったり地域予算を作ることによって職業として、その場を提供するっていうことができれば、こう大きな社会課題の解決、新しいこう地域福祉の在り方になるんじゃないかなと思って、まずこう自分らの専門性を生かして、一つずつやってるというのが形になります。 NPO 地域福祉の皆さん、お忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました。今回お話を聞いていて一番勉強になったなと思った点としては、地域活動の優勝化についての提案でしたね。確かに今の新しい働き方みたいなところを考えた時に、自分たちの住んでいる街をより良くしていくっていう時に、その提案は非常に意味のあるものなんじゃないかなと思った次第です。大変勉強になりました。ありがとうございました。福祉の未来デザイン研究所では、このように全国各地で意義ある活動をされている方を取材して動画にまとめ発信する活動をしています。毎週金曜日に新作をアップロードしますので、ぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。さて、大阪市北区といえば皆さんおなじみヨドバシカメラ、毎週こうやって動画を作ってるともうデータ量が半端ないんですよね。新しいハードディスクを購入しました。4テラのもの、まあ、これでまたしばらく持つんじゃないかなと思います。では今日はこれで終わりましょう。福祉の未来デザイン研究所、泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。ではまた。